愛い道、創成道とは、天武無刀流の充術技法をベースに、道流の十代目、宗家、佐々木武久が整理、体系化した、比較的新しい武道である。大きく分けて強しでとやわらでの二系統の技術があり、これを併用する体系となっている。技の数は、非常に多く、それらを巧みに繰り出していくことを特徴とする。愛生道それ自体は、既の武道だが、 他に、天武無刀流で受け継がれてきた武器術の形稽古も行っている。協定は段級異性をとっており、各級ごとに定められた技と戦い方を教授していく。昇級、昇段審査においては、実技試験だけではなく、技や思想に関する学科試験も出題される。競技武道としての性格も持ち、ポイント制の試合規則が定められているほか、 採点方式の演武競技なども存在する。競技規則においても、相互肯定の精神の重要性が解かれ、それを実現するための工夫が施されている。流門、ここでは、流派の文章の意は、佐々木武久の手になるもので、演運動と思想を同時に表現している。道義は、この流門を胸につけた白の上着に袴かま姿を、基本とする。 急による帯などの色分けは用いていないが、袴の有無とその色で以下の三区分になる。なお、といった理由もあって、三種類の帯、紐のついた特殊な細身の袴となっている。袴だけを見ればシルエットは、剣道袴よりは、なぎなたのそれに近い。天武無刀流は、越中、富山県で十七世紀頃から、佐々木家に受け継がれてきた。 総合武術で、某術の伝承だけでも、寛永年間、寛永は1624年から、まで遡ることができる。剣術や、抜刀術、鎖釜術や忍術など多岐にわたる技術を含んでおり、現代のあよい道はこの内ち白打術、対座術をベースに組み立てられた。天武無刀流としての歴史は、当該項目を参照。佐々木武久は、 幼少より四時にあたる九代目、宗家、佐々木直美から、柔術の手ほどきを受けていたが、成長後は単身関東に出て、武道の修行の場を求め、一時は、祝礼成婚の原生流から手に席を置く。その後、呼び戻されて、加減の柔術の修行に戻り、十代目宗家を継承した。この時期、町道場のほか、多摩美術大学に小武道部、後に、 アイオイ道部に会唱を設立している。当初は天狗無刀流柔術を指導していたが、その枠内ではできないことを求め、10年の実験的指導の期間を経て、新武道を完成させ、アイオイ道と名付けた。これが昭和62年ということなので、現代武道としてもかなり新しい部類に入る。武道としての歴史の長さに関しては、末尾三章。 現在のリ門ウモ稽古儀、白道儀と袴姿が制定されたのは、この頃、埼玉県朝霞市、新座市などで、教室、道場を開き少年部、青年部の指導を行って近隣から門弟を集めていたほか、ナムサン大学に愛を移動部を設立するなど、積極的な展開を行っていた。1996年に宗家が病没、求心力を失うも、 その後数年をかけて復興。2006年には愛知県内のスポーツセンターなど数カ所で開校する、ほか、小規模ながらも地方大会を開催するようになっている。総称という語それ自体は五行説の総称に由来するものであり、あいおい道ではこれを仏教思想の一つと呼んでいる。これは中世に武術の世界に入ってきた五行説が、 禅などと結びついた形であったためと考えられる。ただし、この命名には思想、信仰を中心に据える意図はない。その後引用しつつも読み方を変え、そこに相手を生かし、相手と生きる道という意味を込めて名付けられたものであるという。上は森平は、自流の名を、愛き道と確定するまでに、幾度も解明しているが、その一つに、愛を遺留。 愛おい流がある。天武無刀流九代目の時代に交流があった模様で、あるが、名称の相似はしかし偶然の一致と考えられている。もちろん前行に見られるような思想、発想自体は、得意なものではないため、全くの偶然というよりは、ある種の必然により偶然と言えのかもしれない。宗家継承前の十代目が一時期限整流で、体道の協定整備に関与していたことからか、 一部の技術、用語に体道との類似が見られる。しかし打撃技中心の体道に対して、相いい道の技の過半は、重主義であるという根本的な相違点がある上に、技の使用法や組み立て、用語の意味なども相当に異なっている。構え方一つをとっても誤解を恐れずに言えば、空手的な構え、いわゆる古流柔術的な構えと表現できる違いが見て取れる。 一方で、母体たる天武無刀流柔術との関連は言うまでもない。あおい道の内容は、佐々木武久の原生流での経験を触媒としつつも、九代目宗家が伝えた思想、技法を整理、体系化したものである。このため天武無刀流とあおい道の間には異なる名称で、本質は同じと言える概念や技術が数多く存在する。 現代人にとって理解しがたくなってしまった用語を言い換え、漢文訓読式であった句伝のエッセンスを現代語の文章として書き起こし、技術を一挙手一投足を定めた形稽古から単体での教授にするなどの変更が行われている。愛おい道は新しい武道であると同時に、講義に捉えれば三百数十年続いているといった意味の言葉を十代目宗家は残しているという。 技の名称や協定こそ異なるが、やはり、アイオイドの原型、本質は、天武無刀流にあり、道流における、従来の大時代的なごく、訓練方法などを近代化し、新しい使い方を切り開いたもの、とも言える。そのため、アイオイドでは、佐々木武久を、海祖、天武無刀流の初代たる佐々木や田馬咲名を、流祖とも呼んでいる。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。